はい、レオンチャンネルです。変身ベルトの単独初イベントのザ変身に行ってきましたので、レポ見ていきましょう。入場にまずね30分ぐらいかかったかな。で、入ると変身は色褪せないっていうな。会場はねもう CSM 祭りで、とにかく CSM ベルトがずらーっと並んでましたね。で、入ると派手なんですよ。もう液晶大きいのがあったりとか、もういろんなサウンドが鳴りまくってて、入るとすぐあれだね、キバコーナー、キバの受注開始されたばっかりのキバットベルトコーナーがありましたね。で、タツロットのボイスなんかもこういう感じで説明がね液晶にダーッと流れたりとか、もうここですごい人、ライダーごとにダブルとかカブトとかファイズとかコーナーに分かれつつ、これまでの発売済みのものがあるんですけど、それ以外にもディスプレイオンリー参考出品のやつがありましたね。で、こんな感じでショーケースに入ってて、これキバ入場無料なんですけど、キバットベルトに関しては外でも中でも展示されてたので、要は入場待ちしなくても外側で見られるようになってましたね。で、完全新規かなかったってことだったんだけど、キバットベルトのキバット部分に関してはそんなにデラックス版から大きくなってないんじゃないかなって感じでしたね。タツロとはもう全然違った。ただベルト部分、やっぱ船船さんがこだわってた色とか赤色とかがやっぱりすごくって、内部が塗装、内側が塗装されてませんよって船船さん書いてましたけど、あんまり気にならなかったな。内部見てもこんな感じで、内部もまあ赤いは赤いからね。で、フェッスルもね綺麗だった。で、これエンペラー用にね目が変えられると、キバットので、オルタナティブのベルト、これでも多分参考出品止まりだろうな。派手さないしね。で、隆起コーナーがあって、これねなんかミラーワールド風になっててすごかった。で、あーとクーガーコーナーはちゃんとこう発掘された風になってて、2種類ありましたね。で、一番並んだのがギャレンコーナーじゃない、ブレードコーナー。でもギャレンがまあ人気すぎて、この参考出品なんだけど明らかに出るでしょみたいな。で、ブレーバークルが手前にあるんですよ。で、ブレーラウザーもあって、で、カードがずらーっと並んで、ラウズカードがねだーっとあるんだけど、その奥にギャレンコーナーがあるんですよ。もう早く発売してみんな待ってる立花さんのアイテムで、ギャレンラウザーもあって、で、あ、ラウザーブゾーバーとかね、ラウザーブゾーバーとかこのプロジェクションのやつもついてると。で、これブレードもさ装着して、今ジャックフォーム状態ですねの形になってて、これ見るのにね本当時間かかった。でも見られてよかったし、ギャレンラウザーめっちゃかっこよかったですよ。でかくて、これももうディスプレイオンリーでしたけど、まあ間違いなく発売するでしょう、間もなく。で、アマゾンズコーナーですね。で、これも船船さんのブログで光沢を増しましたみたいなことを書いてありましたけど、確かにピッカピカで、シグマは真っ黒でいい感じだったし、で、ジンさん仕様、これさ汚し加工とか傷加工がしてあって、こういうこともできますよみたいな、これは頑張って加工しましょうみたいな感じらしいです。こっちも出してジンさん、むしろ僕はるか推しだけど、ベルトの見た目はジンさんの方が好きなんですよね。で、これははるかの方ですね。発売もうすぐ、今月届くやつか。シグマね、プレート違ってて一気に真っ黒になりますよね。で、3本のベルトと、あの2基板の方はねもう CSM、 あ、そうそう、で、アクアのベルトがあって、カメラでアクアのね劇場版ので、オーズドライバーと、まあでもアクアのドライバーもこれもかなり形には地味なので商品化ないかなと。で、ディケイドコーナーね、ライダーカードがずらーっとあって、もう秀逸なデザインですよね。無駄のないかっこいいディケイドライバー風の展示の仕方になってて、10人分のライダーにね、ライダーズクラスがずらーっと並んで、で、そこにディケイドだけじゃなくってディエンドのベルトもディエンドライバーもあると。引きで見るとこんな感じで、もう人がすごくて、もう1個見るのにほんと時間かかりますから。でもね、マナーが良くって、それが良かった。あ、そうそう、ガオーとさ、ウィング、あのウィングホームのこれ CSM 化されてないから、これも出るんじゃないかって僕言ってましたけど、今回参考出品されてて、これ出るんじゃないかな。そう、ガオーとウィング切り替えますもんね。で、ダブルコーナーはバージョン 1.5、まあ、ファングとか
バージョン 1.5 のダブルドライバーが展示されてて、でその横にローストドライバーがあったんだけど、これがなんかね、墨入れがすごくって、バージョン 1.5 っぽく見えたんだけど、そういうことは書いてませんでしたね。まあ出るでしょう。あとアクセルドライバーですね。サイクロンジョーカーの展示のカラーがかっこよかった。で、なかなか離れない。ローストドライバー、これ 1.5 かなーって思ってるとこですね。出てほしいなーみたいな。で、おー、スカルじゃーんみたいなところで、興奮した。でもこれさ、スカルあれだね、1.5 じゃないんで。じゃあ 1.5 じゃないのかな。これ外側のダブルドライバーです。ここはね、並ばずにすんなり見れますね。入場無料なんですよね。入るのに人が多すぎて時間がかかると。で、隣にキバットベルトもありました。で、兜コーナーですね。これは発売済みのやつがパンツとかキックとか兜にガタックね。このゼクト風にね、ちょっと引きで見えてないけど、ゼクト風にこう展示されてて枠が。それもかっこよかったな。で、ファイズコーナーね。ここも並んでて、おーと思って。なんでそんな並んでるのと思ったらさ、サイガとオーガのベルトが展示されてたんですよ。これも参考出品だったけど、出るんじゃないかな。形、基本ね、ファイズドライバーとかと一緒ですもんね。で、オーガ、サイガはいいんだけど、オーガに関してはベルトが全然違うから、サイドベルトが。これはどうなんすかね、出てほしいけど、みんな、おーって言ってた。すげーみたいな、出るのかなみたいな。やっぱそうなりますよね。で、ファイズコーナーは上からこうね、ボトムラットが走ってて、展示されてると。3本のベルトですね。で、そっから奥に行くと今度変身ベルトができるまでっていうのが軸ドライバーを使って展示されてて、軸ドライバーの金型かなんかこういうパーツで、セグ表示のこういうパーツとか、これ結構ね面白かったね。で、サンプル品こういう風な工程で作られていきますよと。で、デラックスガンクのさ、このランナーのあれをついた状態って見れないじゃん。これベルト止めとかさ、ベルトパーツとか、さまざまなパーツがランナーついた状態で、要はこういう工程を経て皆さんの手元に届いてるんですよと。ライドウォッチとかもありますね。なんでこんな細かいパーツで構成されてるんだなって改めて感心したし、成型色の技術とかもすごいっすよね。ここあんま人いなかった、僕だけがもう張り付いてた。で、その横にこういうね、立体的にこういうパーツ構成で作られてるんですよっていうのが書いてあって、これもかっこよかったな。ライドウォッチも下にありましたしね、こんな複雑なんだと思って。で、外箱ね、外箱、軸ドライバーの外箱がこういうのがいろいろ店頭のデザインの外箱に決まるまでのいろんなバージョンの軸ドライバーの外箱ありましたね。こういうのを経て厳選されて決まったってことでしたね。で、ライドウォッチコーナー、これ僕全部持ってると思って、ふふと思いながら見てたんだけど、で、ツイートも全部持ってますってツイートしたんだけどさ、下の方、上の方にスクヨミとかもあって、それ気づいてなかった。だから全部持ってない。で、未来コーナー、未来の変身ベルトはこうなりますよっていう変身ベルトコンセプトのコーナーですね。見ましょう。上下のパーツが開くとダクトが出現、まるで蒸気機関車のように大量のスチームが噴き出します。2つ目は透明なパネルにアニメーションが浮かび上がる極薄変身ベルト。一見ただの透明な板に見える超薄型変身ベルトは、変身時に華やかな光の演出が発動します。変身ベルトの光るを進化させた未来の変身ベルトです。3つ目は変身ポーズを認識するモーションセンサー変身ベルト&変身エフェクトプロジェクター。最新のセンサーカメラを搭載し、人の動きを感知、ベルトに触れずとも変身ポーズを取るだけでベルトが起動、変身演出が発動します。変身ベルトはこれからも驚きと楽しさをお届けしてまいります。便乗なフューチャー、変身ベルトの未来をこれからもご期待ください。
して実際展示されているのが未来感半端ないこの透明な液晶ディスプレイにいろんなパターンの発光が、まあ、サイドベルトも発光してるんだけど出て仮面ライダーみたいな感じで大気音から変身音から全部鳴るんすよ。あとはモーション認識、自分でこう動くとそれに合わせて音声が鳴る、フォーゼに出てきそうなドライバー、宇宙っぽいドライバーですが、で実際やるとこう手を動かすとこうやって連動しますよとスワイプみたいな。このイケメンが時間帯によって 3,4 人切り替わる感じで、あとねもう一個スチームね、これちょっと人が多すぎて全然取れなかった。ということでざっとまとめましたけど、僕もで結局ね2回入ったんですよ。1回入って朝一でもう結構並んだんだけど、でもう人がやっぱ朝一多すぎて全然見れなくって、さらに僕 CSM 全部持ってるからなんか持ってるやつばっかだな、めちゃくちゃな感動はなかったと思いきや、そのみんなが並んでるところを最初見てなかったから、で1回回ってもう1回出て、でお昼食べてもう1回入って、まあ、なんだかんだで結局言う合計で4時間くらいいたのかな、3時間くらい3、4時間いたのかな。で2周目の時はだいぶ人がはけてて、でみんながさっきまで並んでたところに行ったらギャレンとかさ、サイガとかさ、オーガとかいろいろあって、未来のドライバーのとことかもう見れるようになってて、もうめっちゃ感動した、めっちゃ楽しいと思ってなんか最初あれって感じだったけど、2回目入った時にねすっごい楽しくって、でもあの一応一歩通行というか、まあこういう風に見てくださいねみたいないう風な案内はあって、でもみんなでもね本当客層が良くて、大人ばっかじゃなくってちびっ子もねたくさんいたけど、あのみんなねちゃんと気を使って並んでパパッと見てパパッと吐けるみたいな感じで、すごく人数が多かった割には、まあ、それでもスムーズに見れたんじゃないかなと。ということで今回は無料イベントだったので、まあ、展示方法豪華とはいえこれ有料イベントになった時にもっとすごくなるんじゃないかなっていう期待があったので、今回のイベントは CSM のみでしたけど、これまでの歴代変身ベルトイベントみたいな、ネーションみたいに有料エリアと無料エリアみたいな感じでやってほしいな、限定アイテムとか販売して、あそう限定アイテムもあったな。ということで2日間というねかなり短いイベントでしたが、もう人も多くって大盛り上がりでしたので、今回行けなかったっていう人はねこれを見てなんとなく行った気分になっていただければなと思います。いや楽しかった、変身ベルトっていいですね。以上レオンジャタルでした。